ビーグルボードおよびビーグルボーンは省電力低コストのシングルボードコンピュータでありテキサスインストゥルメンツによりデジキーの協力を得て開発されたビーグルボードはオープンソースの理念に基づき設計されテキサスインストゥルメンツをマップ3の総区技術成果を示すために作られたこのボードは 世界中で仲間同士がオープンソースハードウェアとオープンソースソフトウェアを教え合う目的に使える教育用ボードとしての機能性能を備えるう、TI 在籍エンジニアの小規模チームによって開発された。このボードはまたクリエイティブコモンズにおけるシェア、アライクライセンス形態で一般向けに販売されている。 ビーグルボードについてはビーグル o r g に巨大なコミュニティが存在する。ビーグルボードの後継として CPU 性能及びメモリ搭載量と周辺機能を強化したビーグルボード XM がある。またビーグルボーンの後継として機能向上とともに大幅にコストダウンを図ったビーグルボーンブラックがある。また同様のオープンソースハードウェアコミュニティによって 設計され、OMAP4 系列のソークを搭載した、パンデボードがある。ビーグルボードは、基板の外寸サイズは、約 75X75mm で、基本的なコンピュータのすべての機能を搭載している。ARM Cortex-A8 をコアとした、OMAP3530 を搭載。Windows CE、Linux、s ンビア b i a n などのオペレーティングシステムを実装することが、できる。 トムス 320C64X の DSP をビデオオーディオのデコードのために搭載。そして、イマジネーションテクノロジー社のパワービア SGX530、GPU を 2D よび 3D レンダリングのため搭載。映像出力は S 端子と DVI 端子の2つ。SD メモリーカードスロットを1個搭載し、スディオセキュリティ機能にも対応可能。 USB On ザ合体用対応端子、RS-232 シリアルポート、JTAG 接続、オーディオ信号入力、オーディオ信号出力用に2個のステレオ 3.5mm ジャックを搭載。内蔵メディアとメモリは、ポップ形状で提供され、256MB の難度フラッシュメモリ、128MB の DRAM を搭載。電源電圧は 5V 動作。 最大消費電力は 2W で AC アダプタ接続用の DC ジャック及び USB オンザゴミに USB コネクタから電源供給ができる。電力消費が小さいので冷却系やヒートシンクの追加は不要。ビーグルボードの説明図ビーグルボード XM ボード、ビーグルボードの開版としてビーグルボード XM が2010年8月27日から出荷開始された。 基板外径は 82.55X82.55mm で、OMAP3530 の改良版である DEM3730 を搭載している。DRAM を 512MB に拡張、オンボードイーサネットポート、4ポートの USB ハブを持つ。フラッシュメモリは搭載されていないため、マイクロ SD カードを起動メディアとして使用する、必要がある。 XM で追加されたカメラポートはレオパードボード社のベアボーンのカメラ用。ビーグルボーンブラックビーグルが犬のアイコンのため犬小屋とも呼ばれる。基板を上下から挟んでスペーサーで指示保護するアクリル板などの保護筐体でホビー店での加工で自分で簡単に揃えられるが凝った作りの筐体を販売している業者もある。ありがとうございます。